ご主人様にも問題があるんです。そんな風に押し黙ってじっと見つめて、お分かりでないなら言って差し上げます。ご主人様、あなたは人類史始まって以来の誘い受け玉に間違いなしぐです。あ、もう何ですか、幸福勧告だと思う？やっぱり色気に当てられてるじゃないですか。お許しください。いいえ、もうお許しいただかなくても結構です。このささやかなひとときだけはどうかこの化粧の爪に怯えてまぶたを閉じてくださいまし。ご主人様、ご主人様、どうか今だけでも夢の中で、もうお休みになられましたか、ご主人様。返事いただかなくて構いません。私が話したいだけなのです。二つは同じ、そう、本質としては似たものなのです。認めたくはなくて、認められなくて、ついぞ口にはしていませんでしたが、あなた様にだけは伝えます。あれも私も同じくして人間にあだなすものなればこそ力ずくで支配するという気持ちもわからないでもないのです。同じ怪物として。けれどそれなら初めから心を持たない方が楽でございましょうに。ご主人様、ありがとう。